今日はですね、ドッキリをしたいと思います。最近デスノート、映画化、またね、映画が新しく始まるということで、今回ね、それにちなんでデスノートドッキリというものをやっていきたいと思います。こちら、デスノート、作っただけなんですけどね。でこれで、ドッキリをしたいと思います。あと5分ぐらいしたらですね、樹海かっこかりさんがね、うちに来るわけなんだけど、俺この中にマジでやってやるってやつの名前マジ全部ぶち込んでやってたんだよみたいな感じで最初、話していくんですけど、その後にね、俺がこれいなくなったらさ、これを見るのかどうかっていう検証をやっていたと思います。あなたならまず見ますか？樹海は結構なやつ真面目だからね、人のものとかやっぱ見ないと思うんだよね。ただ、見たら面白いかなみたいな。これ本当にオクラになるかもしんないですけど、面白かったらあげますんで、ぜひ見てってください。ということで、ちょっとカメラセットしていきたいと思います。だいぶ慣れてきたぜ。あれ綺麗ね。え嘘よ、覚えてるか？お前ま、適当に座ってくれ。えいえ、何撮る？ん？なんか撮る気を。どうすっかね。なんかある？撮りたい。一応ちょっと書いてる。書いてる？書くね、俺。こっけ。デスノート。やば。とりあえず、ネタも書きつつ、こっちのネタ書いてんや。こっちの。ネタは多分。ネタ帳多分あるから、多分どっかに。どこだっけかな。こいつやってやろうじゃねえかみたいなやつのね、名前ぎっしり書き込んどいたな。マジか。どうせラクさんとかでしょ。いや、それ、ラクさん、ラクさんとかじゃねえかな。栽培マン？いや、栽培マンでもねえから、マジでリアルなところ。ぶち書き込んどいた、この中に。か。この中に。それ、マジでぶちとかしよう。ちょっと見せれないわ、さすがに。こんな感じ。結構書いてるじゃん。めっちゃ書いてあるんだ。そんないいの？でもやっぱ楽さんにドッキリは面白いよな。最近食生活。ネタ考えといて、ちょっと入れてくるわ。Wait.